分布域みかんこミバえは、総締め見栄え家の昆虫。みかんなど熱帯性の果実や、ナス、トマト、ピーマンなどの果肉を食害する農業害虫として知られる。東南アジア原産、ハワイやマリアナ諸島、タヒチ、日本の南西諸島や小笠原諸島などでは、移入種として知られている。口述する防除により、マリアナ諸島と南西諸島、 小笠原諸島では根絶されたが、その後も鹿児島県の奄美大島や九州本土などで、幼虫が見つかっている。死有の成虫が、中国大陸などから風に乗って飛来し、繁殖したとみられる。中型の見栄えで、羽長は約、mm、約6.4ミリメートル。退職のパターンは、禁煙種のバクトラセラカンバリー、B パパヤエ、B オクシパトリス、B フィリピーネンシスに類似するが、 短い産卵管を持つ点や、腹部の体色の違いなどで区別できるとされる。特に、本種とバクトラセラカーンバリー、B パパヤエ、B フィリピーネンシスの、K4 種は、ミカンコミバエ種群とされるほど極めて似た特徴を持っている。その中でも B パパヤエと B フィリピーネンシスは、ミカンコミバエと主観交雑が可能とする研究もあり、分類の再検討が必要となる可能性が、 残されている。成虫は、パパイヤやバナナ、グアバ、マンゴー、アボカドなど、300種類以上の熱帯性の果実を、宿主として利用する。成虫のメスは、産卵管を下皮に刺して組織内に卵を産み、孵化した幼虫は果実を餌として成長する。幼虫は産卵を経たの地上の土壌中に移動し、高価試食のさなぎとなる。ハワイにおいては、 卵から孵化して成虫になるまでの期間は16日前後で、冷量な気候下ではその期間は長くなる。ミカンコミバエは果実や野菜類を直接食害するため、世界中で重要な農業害虫として扱われている。日本の農林水産省は輸入禁止対象病害虫に指定している。ミカンコミバエを含むバークトラセラ属の多くは、オス個体が メチルオイゲノールに誘引されることが知られており、ミカンコミバエノオスも同様にこの化学物質に引き寄せられる。この修正を利用してメチルオイゲノールと殺虫剤によりオスを駆除する防除が試みられハワイでの野外実験後にマリアナ諸島で防除が実施された。この試みにより1965年には同諸島から根絶されたとされる。日本でも 小笠原諸島や南西諸島に入,入した本種が果実を食害し、その影響で本土への果実類の出荷が禁じられたため、1968年から防除事業が実施された。小笠原諸島では、前述のオス除去法に加えて、不妊虫放し飼いを併用して防除が実施され、1985年までに根絶された。また、南西諸島でも、奄美群島、沖縄群島、 宮古群島、八重山群島で防除に成功し、これまで出荷できなかったシーイクワーサーなどの熱帯性果実を本土に出荷できるようになった。これは沖縄における売り見栄えの根絶と並ぶ農業害中の防除の成功例として知られる。その後、2015年、奄美大島でみかんこ見栄えの侵入が確認されたため、12月13日から緊急防除が行われ、 果実類の当該移動が禁止された。防除活動の結果、根絶が確認されたため、緊急防除は2016年7月13日に解除された。同年、徳之島では果実への規制を防止するためグアバやアセロラの果実、計2 5 5ラムを自主回収して廃棄した。2017年には、石垣島で8月から9月に断続的に34匹の 未完コミバイが発見されたため、10月から石垣島及び竹富島で、誘札版15万枚弱を設置する、防除作業が行われた。その結果、2018年4月までに全域防除の効果が確認できたため、防除体制が解除されている。これらの未完コミバイは、分布地の台湾から飛来したものと考えられている。2019年6月、 薬島及び奄美大島で12匹のミカンコミバエが確認された。すべてオスであり、現在対策中である。2020年4月以降、鹿児島県、熊本県、宮崎県など、全国7都県で確認された。ありがとうございます。